和な一日、ほんと久しぶりだな。しちゃって、いつかあの頃は楽しかったなーなんて思い出す日が来るのかなって。あの時ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然どうしたの？ふと思っただけ。将来のこととか、これから自分で決めなきゃいけないこととか、いろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか、未来にならないと分かんないし。それでいいと思います。え、何が？分からないことがいいと思うんです。迷わず生きよ、行けば分かるさ、有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆も20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か、その頃どうなってるかな私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら誰？内緒。もう。あ、見てください、虹です。あ、本当だ。よし、次、行くよ。ところで、さっきのあの人って誰ですか？行く。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。